じゃないです。全然違います。それは人間に置き換えた時に、人間の感情というのを出した時に、神話はそういう感情は関係ない。この五感という 目があり、この耳があり、この五感で捉えた現れに過ぎないわけ。これを物理学で言うなら素粒子の世界にさらに行った時に、もうほとんどエネルギーの波だというふうなわけです。全てそれも同じ波だという。だから私たちのこの目に見えてるのは、目に見えてるものも自分のこの脳で捉えた部分で、ある一点の捉え方に過ぎないわけ。もっと無限の捉え方があるわけ。だからほとんど目で見えてるものも耳で捉えてるのも全部妄想と言ってもいいと。だから真実を見えないということです、はい、無限にある見方の中の一点の見方に過ぎない。例えばそれをお月さんで、三日月をどの距離で見ても、また大きさも遠くから見ても近くから見ても、1メートル離れたり1メートル近づいたりすると当然大きさ変わるでしょ。ってことは どれもね、月の本当の姿ではないのと同じです。神話の光しかないと思ってください。それしかない、しかない。じゃあ学長が光になってらっしゃるのか。私というよりみんな同じだと。みんな同じ。学長というと、うん、私は自分を特別して扱いして、うん、そうじゃない、みんな同じなんですよ。みんな同じ、みんな同じ。自覚が違うだけです。自覚が違うから私は何でもこうやって即答できるわけ。